どうも、あきです。栄冠ナインやっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。今回は夏合宿からやっていきましょう。さあ、ということでまずは記者チャンスいきましょう。記者チャンス、そして合宿。まあさすがにそんなにバンバン記者は来ないということで、はい、やっていきましょう。だいたいもう大丈夫なんだけどな。これまあ溜まったタイミングで買ってもいいかな。はい、 OK。 井口関東のブンブン丸、なんかちょっと違うんだよな、イメージと違いますが、まあまあ強身体をパワーヒー持ってるので、そうか、ブンブン丸になってもおかしくはないですが、いきましょう。盗塁の本、うわー来た、でかい。盗塁の本はでかい。いや、これは天才につけるべきじゃないかな。天才盗塁 E だから盗塁 D にしよう、これで。ナイス、 OK、 素晴らしい。さあ、ということで関東のブンブン丸も選ばれております。いや、流し打ち結構行きたいな。威圧感、阿部比けど、ザキヤマはもうベンチ入りしてないので、盗塁プラスにもでかいよな。でも赤津はレギュラーじゃないしな。そうか、井口さんに阿部比っていうのを今ちょっと思ったんですけど、いやー、どうしようかな、これ悩ましいな。まあ、まずここでもいいけどな、ムード守備職っていうのでも。難しい。井口さん威圧感狙います。赤津ハイボールヒッター、まあまあいいでしょう。はい、ここはさすがにピッチャー選ぶべきか、かもしくはここでもいいかな。ムード今いないんじゃないかな。あ、ハードルもう一個来たな、どうしよう。うわ、これ悩ましい。今多分ムードいないっすよね、もう。うわー、これは悩ましい。ピッチャー、ピッチャーと井口さんっていうのがな。ムードまだあれか、のちがいるからいいけど、次の代でいなくなるというところですね。いやー、ピッチャーも行きたい。しかも梅津っていうエース級ピッチャーが選ばれてるのっていうのかな。はい、ここはちょっと一旦井口さんには我慢してもらって、伸び狙いましょうか。伸びプラスに来たらやばい。くそ、さあ続いてトゥース、堀口、ザキヤマ。これは、あ、でも堀口も来年そうか、外野でレギュラー通るので、いやー、盗塁プラスに行ってもいいと思うんだよな。盗塁プラスに狙おう。若林も盗塁上がるとでかいですし。盗塁来い、盗塁来い。この高校において盗塁めっちゃ大切。若林走塁し、うわ、ザキヤマ盗塁し、うわ、堀口頑張れ。あ、プレッシャーだ。まあ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 、ザキヤマの盗塁がな、どっちかに行ってくれれば最高でしたが、まあ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 、よしとしましょう。はい。さあ、E のが選ばれてます。いや、これ E の広角ついたら、本当に、もう流し打ち、左方向への最強選手になるな。ただ、盗塁も捨てがたい。けども、E の強度は盗塁それなりにうまいしな、もう。これはもう E のに広角狙うしかないっすね。いいの来い、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 いいの、強度粘り打ちナイス、いいの来い、ガー、いやー、いい感じ、いい感じ。でも強度粘り打ちもいいですし、はい、これピッチャーラストいきますか。あ、キャッチャープラス1も同時に狙えるし、いやー、でもまあまあ、ここでキャッチャー A みたいな奇跡を狙うか。キャッチャー、特殊強いな、やっぱり特殊強いな、特殊強い、はい、特殊強かった。まあまあまあ、いい合宿でしたね。その前に盗塁も来ましたし、割といい感じの合宿だったかなというふうに思います。はい、さあ盗塁では使いましょう。これはもう奥井くんに使うべきだと思うんですよね。盗塁 E がすごいネックだったので、これで盗塁 D の阿部比になったので非常に強くなったかなと思います。まあ、その他も強度2番なので粘り打ち非常にいいですね。はい、粘り打ち番と内野安打流し打ちは非常に2番っぽくなりました。そしてじゃん、はい、瀬戸口を4番に戻すことにしました。
チャンス D になって、これで悪い特殊能力一つもないですし、なんかね覚醒しそうな気がしたんすよね。最後夏の予選でチャンス D っていうのはすごい魅力を感じたので、まあ堀部の方が4番なんですけど、ちょっと最後の夏瀬戸口にかけてみたいなと思います。はい、まあその他小さいのもたくさんついたし、これはまあいい流れだと思います。よし行きましょう。いやー、やっぱ合宿このワクワク感たまらないですね。本当に栄冠9で一番楽しい瞬間でもあります。さあもう津田は最後まで球速を上げたいなと思います。金井長坂はコントロール A を目指して、まあ梅津はちょっとここで、ではスタミナを次の台に向けて上げておきたいなと思います。で石黒湯浅あたりもちょっとスタミナを上げておいた方がいいかもしれませんね。で後のピッチャーもちょっとすぐ、もうね使えるように仕上げていきましょうというところです。はい、で瀬戸口は肩で、まあ小瀬もこれで来年まあダイソー候補にはなりますが、まあ総力をもうちょっとこの甲子園で上げてもいいかな。はい、来年本当に完璧なダイソーにしておきましょう。で須田もダイソーから始まる。では奥井これで盗塁 D になったので総力上げていきましょう。で堀口が来年外野やるんだけど、まあサブポジは秋大会の前に取るかということで足を上げておきます。バントあるし足上げるといいんじゃないかな。走塁もし、で赤津は来年はまあ基本的には代打候補でありますかね。はい、で宮下ここは期待してます。サードね来年で軒さあトゥース、まあセカンドですしこのまま守備のままでいいかな。うん、さあ井口さん肩上げましょう。セカンドゲッツーとかにも肩は関わってくるので上げたいなと思います。強度もサードなのでこのまま肩を上げましょう。で若杉は、若杉難しいな。さあ後はじゃあ補給 A、 これで補給だったら A 甲子園で乗りそうなので狙いましょう。で堀江は来年ショートなので、うん、肩を上げるべきかな。でいいのはこのまま守備を上げ続けたいなと思います。ザキヤマ、ザキヤマね、はい、盗塁上がったんだよな。これがもうちょっと早めに来てればねベンチ入りできたんですが、うん、というところですね。はい、でつゆき、まあ、もう一回総力でもいいかな。ここも総力総力総力、さあ徳島県、我が徳島県代表と勝負ですね。まあ一応前評判は C ということで、なんか対戦相手に恵まれてる感じはずっとありますね。はい、特殊強かったな。合宿の一マスであんだけ育ったんで、これクリスマスとかとうまく合わせると非常に強いカードになりそうな気がします。一応初戦の前なんでお褒めは使いましょうか。さあ僕がずっと懸念していた天才盗塁 E 問題も解決できたし、これは今後未来がさらに明るくなったかなという甲子園手前。堀部、これ紅白戦結構いいな。というのもこの高校に関しては打撃指示ができないんでお任せ成長なので、石黒のあれが上がった。お、お任せだからそうか、そういうことも起こるのか。なるほど、お任せ練習とかで弾道上げてるからたまにちょっと上がってるんだ。じゃあこれ紅白戦でみんな弾道2にしたいな。はい、ふぅ、いやーやっぱ天才は注目選手にしていこう。まあこれは兵道と奥井くんを交代したいなと思います。まあ兵道を9番にしてみようか。じゃあはい、1番につなぐ9番ということでこれでいきましょう。ちょっと全体的に調子はあまり高くないですね。ピッチャーも全員好調か。まあだったらまずはエースに初戦は任せましょう。いきましょう。さあ4連覇なるか。ここは4連覇して
置きたいですね。まあこの代は特に新制度高校の続きといって過言ではないので、阿波西高校、これはね、まあある意味新制度高校の締めくくりとしても4連覇を成し遂げておきたいなというところではあるかなと思います。強い、まあ今年の夏ようやく強いチームが来たって感じですね。これはさあ OK、 井口さんナイス。さあ奥井くん4割5分打ってますからね。彼はいいのより打ってます、皆さん何気に。しかも打点も最初の予選だけで12も稼ぐって、多分過去一番稼いでると思う。圧倒的です、多分圧倒的。あんま強くないな、あんま強くないな。はい、うん、多分過去一番いいっすね、この打点の稼ぎ方は。これ絶対盗塁できる。はい、 OK。 ランナーが2塁に進んでいます。さあどうしようかな、これはちょっとセーフティーします。まあ、バントという意味でのセーフティーかな。でこのバント系がいいのがやっぱ球数投げさせられるんで、で3ボールからやるとボールの時には見逃してくれるので。お、3でセーフ、いいね奥井くん。いやーでも先制できなかった。ノーアウト1、3塁で先制できないのは痛いぞ。これは転がせで、まあ足早いからゲッツはない。そして4割7分8厘の男です。いいの声、いや1年でいいの声はやばいな。今日は奥井会にしよう、今日はいい意味で奥井会にしよう。盗塁曲がって、くー、うわー点が入らない。まあ注目選手もちろん1年生というのもありますね。はい、ここでクセモノを使おう、バッターとして津田。これでミートパワー EE のこれだけ特殊能力があれば割と上がってると思う。わあー惜しいけど OK、 ナイス進塁だ最低限。さあそして今日9番、恐怖の9番バッター、あれですね、元クーニンズ、あのグチさんのお父さんです。ちなみに僕のお母さんが高校の同級生です。恐怖の9番バッター、兵頭行こう。よし、恐怖の9番バッター5、これあ風がどうなんだ。よしよし、兵頭なら3塁であるぞ。よし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 、うわすごい、レフト方向左中間でスリーベース、なかなか見ない、栄冠ないんで。さすが兵頭。そして井口さんも打率4割なんだよな。お祭り使うか、乗るしかない、このビッグウェーブにやっていきましょう。初球ストライクからいける、これ打てる、ボールか。流し打ちはね基本外角、もう内角はあんまヒットにならないんで、外角を狙い打ち、これだー、これセーフあるぞ、井口さんの足なら。惜しい、内野安打持ってればっていうところだな。でも遠かった、1点が入った。さあいいの声いこう、いいの声。奥井君阿部を持ってます、このバッターはね。本でつけたのかな、入学して本もらって。いやいいのと奥井君のこの対決にも皆さんちょっとご注目ください。さあそしてもう一人の天才、おお、ほんうわいいの、4割5分打たしたい、4割5分打たしたいよ。すっ、うん、この辺はもう天才チックですね。すっ、おいおいおい、天才すぎてリピートができるのかな、リピート映像まで作れちゃうこの天才です。そしてすっ、うん、これでいいです、これでいいです。あくまでバントです。そしてトゥース、トゥース、いやー素晴らしい。いや本当負ける気がしないぞ、この台に関しては。しっかりこう操作させてもらえれば点はいくらでも取れるし、だからまあ序盤取れないのはね仕方ないにしても、操作すれば点はしっかり取れるし、そして何より投手陣が点を取られない、1人だけじゃない。そしてピッチャーが実質4人は僕の中でも4枚看板だと思ってるので、3年生3人と梅ちゃん、この4枚看板。よっしゃー、2で打った、回る回る、よし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 。ピッチャー計算できるピッチャーが4人もいるっていうのはでかすぎる、この打線で。やっぱこの球数制限は難しいんですけど、チームとしてはこうやってねいい点もあると。
今までみたいに一人大エースを作るわけではないので、よっしゃ。しかも小技とこれがうまく絡むんだよな。この打撃と小技が絡む。ただここはスクイズします。 OK、 しっかり打点を稼いでいこう。1年目で20打点とか稼げれたらね、とんでもないことなんで。でいいのですよ。くせ者使おう。この能力です。よっしゃ、さすがノーヒットで終わるわけないな。いいのが3ついける。これ3ついける。さすがいいの。まあ彼はもう3打数1安打だと絶不調と言われる男ですからね。よしよしよし。さあ悩める4番瀬戸口。瀬戸口もうここはスクイズしません。4番にはスクイズさせません。彼には打たせます。待ても使わない。彼だけは別格だと思ってます。ある意味追い込んでから第5球。瀬戸口頼むぜ、ほんと頼むぜ。4番もうここだけは変えないから、この甲子園で。そしてここでスッとセーフティーを、ね、見せるっていう。ここでセーフティースクイズ惜しい。この本当に強打と小技を、うわー恐怖の9番バッターや。うわー、そして津田ナイスピッチ。はい、この強打と小技を絡めるのが今のうちのチーム。よーし、いやー恐怖の9番バッター本当に。これは打たせるか。さあ4本目。うわ、4割バッターがだから兵道、E の井口、奥4人もいる今。4割バッターが、さあ4割切るな。この打席でこれさすがに待つか。ちょっと4割でこの試合終わりたいという欲が出ています。今まあ代打を出せばね4割で終わるんですけど。よし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 。あ、まあ育成枠を使っておきますか。今のうちに展開的には勝ってますが、まあまあどんどん育成していきましょう。さあどこまでも見せるぜ、鉄壁学園野球。よーし、いや4割バッターこれだけいると気持ちいいな。なんか、あ、育成枠、育成枠。さあ奥井くん行こう。親の離婚、再婚によって奥井という名前に変わりました。彼が後にプロに行って大活躍するあの奥井という男です。くぅ、まあまあ1年生ですから多くは求めません。でここに、まあいやー、そして今ねこれ夏からずっといいのがこの1年エース候補柿越、これゴッシーね。はい、ゴッシーですよ。今勝手につけました。このゴッシーがですね、ずーっと予選からこういう大量得点の場面で投げてるし、しかもしっかり抑えるんですよ。これだけ登板させられてるのでめっちゃ育てられていると思います今。さあ堀部、ここは盗塁 E だから盗塁 C の宮下に変えようかな。で盗塁4だったら走れるんじゃないかな。クイック E だし、 OK、 ナイスラン。1年生にもしっかりとしたダイソーがいると。この若林も4割打たせたいな。ということで4割狙うにはバント。あー、そっちにやるとな、まあ、打率は下がんないけど。さあ、おー、後の大スターと言われ続けた男です。3割ついに到達しました。あー、出しちゃった。よし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 。ただエラーだから打率落ちるけど、これで攻撃は続けるということで、普通に代打を残しておくべきだったな。大丈夫です、金井が非常にバッティングがいいです。熱血もあるし。よーしよしよし。さあ金井これで3割3分3厘。おお、普通に強いバッターになりました。まあ弾道1やから流した。あ、待て待て待て、これはフォアボールあるぞ。よし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 、よーし、 OK、 ナイス。さあそこにさらに育成枠。ああ、これ兵道5の5狙い球であったな。まあ最後じゃあ梅津に任せるとして、はい、いやー兵道とりあえず4の4に行こう。これで
あ、どうだ、おお、完璧なやつ。今日の恐怖の9番バッターだな、ほんと。カードが悪いな。で、これで、こうして、OK、全員使っとこう。これちょっとフォアボール狙いたいな。あんまカードが良くないな。まあ、転がせですが、最後は。できればフォアボール押したし、10点いきたいね。この台ちょっと8点じゃ物足りないな。まあ、裏の攻撃なんで8回しか攻撃できないっていうのもありますけど。よっしゃー !10 点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 あー惜しい。さあ、まだまだ攻撃は続くよ。今日注目選手。奥井くん。今日1本はヒット打ってますが、1本じゃ物足りないね。第9投げました。まあまあまあ1年生だからね。さすがにこの夏の甲子園で4割キープするっていうのはね、1年生にとってはね、さすがにちょっと厳しすぎる条件ではありますわ。まあ、やっぱいいのはすごいということで、こういう楽な展開になると1年生をまたこうやって、これ今入ってる1年生は全員来年のレギュラー候補なんで、こうやって使って信頼度を上げることができると。天霊で使った選手は信頼度が上がるので。そしてそう、来年のエース梅津がね、ちょっとこの夏予選打たれていたので、まあここでも経験を積ませてあげたいところではありますね。あえてなので梅津だけを残しました。最後、そう、今の僕の唯一の心配点、この唯一じゃないな、ユニのですね、心配点、このバッテリーですよ。梅津、瀬戸内、君たちだ。まあ後がもう3割に到達しようとしている中、今もう心配はこの2人のみ。ほら、言わんこっちゃないぐらい心配ですよ。まあさすがに9点差あるので、まあ大丈夫ですけど、梅ちゃんね、能力的にはすごいと思うんですけどね。今ジャイロボール持ってますからね。左いいぐらい気になるのが、結構対左って重要かなと思ってる部分もあるので、隣とか左バッターに絶対打たれないもんな。今のフォークボール打てないよ相手も。さあゲッツ。いやー、鉄壁学園素晴らしい。こうして気づくとまた完封リレーっていうね、もううちの野球ですね、これが。大量得点、完封リレー、素晴らしい。まあ今日はね、本当にずっと先発ピッチャーを最後まで投げさせても、もしかしたら完封できたかもしれないんですが、まあやっぱりうちは継投で勝ってきたチームということで、はい、3人ともピッチャープロいける、もう太鼓判をします、監督として。もう待てよ、兵道あれか、最後の打席ホームランだった、サイクルヒットだったのか。いや、狙わしてあげたらよかったな。じゃあ確認しなかったな、すまん兵道。めちゃめちゃ怒ってるだろうな。ホームラン打ったら甲子園でサイクルヒットのチャンスの時にセーフティーバントやらされるっていうすまん、すまん、もうすまんとしか言えん。ギリギリ80球投げてます。あ、うわ、マジか。次の試合中2日じゃん。ギリギリ80球、最悪。最悪でもないです。でもうちのチームは今大丈夫、本当に誰が先発してもいける。さすがに柿越、ゴッシーだけはきついけど。うわ、1球多かった。強度ナイス、恐怖の9番バッター。ほら、あそこでセーフティーバントしたんで固め打ちがつきました。ナイス。おお、井口監督チャンスし、最近チャンスめっちゃ上がる。もう下がり続けるチャンスが珍しい、こんなに試合で上がるの。来年何番、3番バッターかな、井口監督来年3番バッターかな。これは大きいです。いやー、兵道もね、2番なんで、普段はあの打順が多く回るポジションにいますので、固め打ちつくと結構大きいんですよ。よしよしよし。ということで、次回はエースはちょっと投げれませんが、あ、投げれないことはないです。50球までは投げれますが、まあとりあえず、まあルール的に先発もできるんですけど、まあでもとりあえず後ろに回そうかなと思います。はい、いやー、これ大きいな。固め打ち2、3番固め打ち持ちです。あー、1、2、3だ。1、2、3固め打ち持ち、固め打ち打線や、これ。まあいいのを今4割4分9厘。はい、これいいのはなんで強いのかな。
やっぱ流し打ちとアウトコースヒッターと阿部彦、この3つのやっぱりコンビネーションプラスそこに最強得の威圧感、やっぱちゃんと強い理由ありますね。はい、いや兵働も4割、うわ、123が4割からの2割8分3厘か、4割打線にしたいんだったらこれで奥井君4番にするという、はい、そしたら1234が4割になります。未だかつてない、さすがに4割4人は本当に未だかつてないです。しかもうち1人1年生、あ、4割2人もいる一応、まあ、それは打数が少ないので、いやーこれはロマンあるな。チャンス C だったらね、井口監督3番でもいいですけどね、パワーヒ持ってるんで。でいいのが2番威圧感働かせて、で1番に、まあでも兵働もチャンス C か、だから E の1番でもいいんですけど、そしたら威圧感が9番にかかるのがもったいないので、まあ本当に恐怖の9番の血とかにしてもいいですけど、またでもまあそうですね、ピッチャーに打順はいっぱい回るからね。いやちょっとそれにしてみようかな。チャンスは生かすべきだと思うんですよ。特にうちのチームはめっちゃ走れるんで、 E の1番で兵働2番、井口監督3番。なんか僕いいのは1番だと思うんですよね。もう僕の中でいいのって今完全に打者としてはイチローなんで、イチロー選手って、いやこれも結構人によるな。僕はね WBC とかそのでも1番をしたい派なんですよねっていう理由です。理由はってなると、でも9番はピッチャーじゃなくなるんで、まあ奥井くんじゃないな、やっぱりここはのちかな。恐怖の9番バッターは後に任して、で奥井7番6番トゥース、はい、まあ、こう考えるとやっぱチャンス低い選手っていうのはちょっと打率が低くなるのかな。だから瀬戸口はチャンスが D になったんでね、3割乗るかどうか、ここを甲子園終わった時に3割乗ってるかどうか、そこも一つ見応えあるところですね。はい、でまあ堀部も盗塁 E なんだよな、あげてあげたいな。はい、まあ堀部はでも打ってますからね。はい、パワー 98? やば、2年生でしょ。来年これ鉄壁学園なのに1人えげつないパワーのやつがいるっていう。3番4番は来年もなので問題ないですね、井口監督と堀部。もう1人クリーンアップ誰かいるかな、来年二見がいた。123は来年問題ないですね。これで違う、345だ。あ、奥井もいる。だから奥井が1番とかかな。で2番堀江チャンスで、いいね。1番奥井、2番堀江、3番井口さん、4番に堀部、5番に二見、いいですね。来年のオーダーができつつありますね。で6の後の6、7、8がこの3人か。はい、まあここが結構育たないと厳しいかもしれません。でピッチャーは梅ちゃんを中心に、湯浅がいますからね。はい、ちょっと今ベンチ入りできてないですけど、ちょっと枠がどうしてももうキツキツでできないんです。堀口は来年外野ですね。で石黒はアディオスかな。石黒はまあ育ってはきているけど、ちょっと能力的には劣る。うん、まあまあまあ3人計算できるピッチャーがねいれば十分だと思うので、はい、ということで来年のオーダーもこう仕上がりつつ、本当に完璧な台になりつつありますので、最後まで楽しみましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。この鉄壁学園の動画いつも楽しみだよっていう方はぜひ高評価お願いします。新規の皆さんチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。